どうしてかしら。侍は皆死にたがる。忠義のため、お家のためなんて。あなたは恋人を追ってこの国に来たって聞いたわ。侍どもとは違うよね。あいつは徳川の家を守るため愛した妻を殺し、保身のため息子をも切り捨てる。血も涙もない男。あいつは兄さんを殺した。私も家康の娘、大名に嫁がされそうになったけど、あいつの駒に使われるのはまっぴらごめん。家を捨て私は忍びになった。あいつに会うんでしょ。私は先に江戸に向かうわ。あのタヌキには会いたくないの。
面を上げい。There's no way a normal man could take this. It seems he's the real thing.何か面白いものでも見えるかの。お主のこと、海賊と落とす者もおれば、まれびとと崇める者もおる。ここは一つ、お主の誠を聞かせてくれるか。I told Ieyasu that I came to Japan in pursuit of Kelly, the man who stole Sersha from me. And told him about Amrita as well. ほう、守護霊を取り戻すか。ケリーとやらがわしを狙っておるとなれば、現れるやもしれんの。半蔵ともども、護衛も好きにいたせ。はっ。じゃが、戦のある限り、霊石を狙う輩、お主の守護霊を欲しがる輩はいくらも現れよう。のう、暗示よ。戦のないよう、作れると思うか。A world without war. わしは作るぞ。その大義のため力を尽くしておる。お主は鬼を斬るその力、何のために使う？I'd never thought about that. まあよい。江戸へ向かうぞ。どこせ。Kill each other, you samurai fools!